大分市生市からスタートです。いや、海風が気持ちがいいですね。まずはここ寒潭公園にオープンしたカフェナコスタです。おしゃれな外観ですね。行ってみましょう。店名のカフェナコスタとはポルトガル語で海の近くにあるカフェを意味するそう。海を眺めながら食事が楽しめるカフェナコスタはオープンの朝8時から大人気のカフェです。ショーケースには日替わりのお菓子や焼き菓子がずらり。そして今回いただくのはせいろである食べ物を蒸した一品です。お待たせしました。どうぞ。おお、せいろですか。はい。せいろっていうと私中華のイメージがあるんですけど、中華まんかなんかですかね。あ、ちょっと開けてみて。開けてみて。じゃあちょっと、おお、すごい湯気が、あ、美味しそうな、もうこの時点で湯気上がって美味しそうですね。ちょっとちょっとちょっと、あ、すごい、食パンですか。はい、せいろ蒸し食パンです。わあ、美味しそう。湯気がすごい。ではまずはちょっとこのままいただきますね、はい、ではうん、ほわほわ。焼きたての食パンと全然違いますね。そうですね、蒸しているので味は食感とか全然違うと思います。じんわりとこう優しい温かさと甘さが広がっていく感じですね。そうですね、うんうんうん、でやっぱりこう温かいので甘さとこうバターのコクっていうんですかね、それがこうググッと引き立ってますよね。はい、これは美味しい。こちらの賞味期限8分以内となっております。賞味期限が8分以内。はい、はい、そうです。うーん、じゃあ本当にこう温かいうちに食べてくださいって言った感じですかね。そうですね、温かいうちにお召し上がりいただいた方が美味しいと思います。うーん、結構優しい甘さですね。そうですね、うんうんうん、最初の時に塩味が強い方がいいとかみんなで食べてみながら味を調整してお客様にお出ししています。ここにこうバターのコクも加わってあんこそのものもしっかりと美味しいんですけど、一緒に食べるとこのパンのちょっと美味しさもより引き立つというか。せいろで蒸した食パンの他にも朝8時から1時間限定で提供しているモーニングのフレンチトーストも大人気です。やっぱりこういった海を眺めながらこういった雰囲気の中でいただくとより美味しいでしょうね。そうですね、ちょっとこう心が洗われるというか今日はもうかなりゆっくりとできてます。はい、ありがとうございます。